あ、マー君だ。マー君だ。マー君だ。ああ、怖い。マー君の怖い。マー君の怖い。テレン。テレテレン。テレン。テレンテレン。テレン。よし、じゃあつけよう。何覗いてんの？え？チェーン。これで。マー君が、おたがどこいやっつって買ってきたかな。青。うん？ちょこっと青いかな。でもちょっと白っぽいや。オッケー。オッケー。オッケー。マー君、カリアの方でね、お弁当屋さんやってるからみんな行ってね。安いよ。安いよ。めっちゃ安いよ。今度そのお弁当屋さん行くからね。うん、動画撮るからね。全然怖いですよ。え？来るって言って全然怖いですよ。忙しいんですよ。忙しいんですよ。自分の車触るのが忙しい。で、何を言ったの？全然触ってないよ、本当に。本当に。だってあれでしょ、乗ってた時から雰囲気変わってるでしょ、あの車。うん、よう走るよ。うん？よう走るよ。あ、うん、よう走るね。ベタ踏みしと。そうそうそう。多分ね。タイヤなるなる。あのね、あのね、生放送っていうかね、あ、そのツイキャスを、ツイキャスっていうのがあるの。ね、それを見てる人はね。ちょっとマー君って言ったら、あ、あの人みたいなのは分かるんだわ。あ、うん、分かるんだわ。噂してるから、俺が。ね？ね？噂をして。うん。え？昔めっちゃやんちゃだったっていう。そんなこと言ってない。昔めっちゃやんちゃだったっていうね。そうそう。そんなね、噂をしててね。マー君もね、もうね、だいぶ落ちてってね。こんなファミリーカーだなんて思っちゃってね。ノーマルが一番いい。出た出た。何を言ってんの本当に。知ってる？ TCR の S は俺それさ、くちくちいじってたんだけど、もう何買った寸前からさ、あれこれパーツ持ってきてこれつけろあれつけろっつってさ、俺脅されながらビクビクしながらやってたんだからね。ビクビク。あの写真ないの？もう残ってない。いや、一枚だけあるの、うん、あったらあれちょっと貼るかな、貼るかな。よし、これね。もうマークの中で別になるいや。あ、え？なんでもよくない。しっかり絶対にしてね。変えてない時の写真。マジか。うん、まあ。買ってそうな時。ああ、あの時ね。まだ。ここから後期に化けたって。僕がは、あ、そう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 だよ。めんどくさかったあれ。で、めんどくさかったかんね、マジで。前も後ろも後期に。本当だって。本当によ。わやだね。もうあの時はぶりようかと思うね。だってさ、なんかつけるにしてもさ、おお、これでつけてくれとか言ってさ、金くれてさ、びっくりするし。で、
あ、クリーランでやるわとかね。いや、あったもんね。あったね。ね、その時代もあったね。あったよ、うん、つって。あの時代どこ行ったの？なくなった。あの仕事がバレて。大丈夫だって何言ってんの何言ってんの僕この道何十年だと思ってる中の機械途中でポロッと落ちたりせんよしない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 ほんと信用ないもん信用な、ないこと言うもんなもんと言います知り合いやと手のっかい危ねえマー君こんだけいいかっつってそうだね。受けたからまた障子工保証で無料で交換。なんでやねん。高いっつうの玉高かったんだ。高かったんだからマジで。だ 10年保証。え10年保証。どんなの？どんなの？何？教授君から買うと10年保証っていやいやいや、下手なこと言うとね、ほんとね、マジでそうやって、マジですかとかなるからダメだよ。よし、じゃあちょっと、じゃあ、片方ついたんで見比べてみましょうか。ね。やば明るいねやっぱりね、うん、ちなみにヘッドつけてよヘッドくれねヘッドつけてよねヘッドつけてよじゃヘッドつけてよチッえノーマルこれノーマルだよノーマル、うん、ノーマルなんだへえへえ僕の方が明るい明るいわあのバッチシ見えんわあこの差この差この差わかるこれわかるかなこの差だよおーしいいかなないやよしジョンジ君はヘッドライトも買ってくれるからはぁ金よこせ金おーいお、いいねういーうわ、すんげーピンボケういーうわうわうわなんか寂しいねいやいや、十分照り明るくないすごいねえおっしゃ着きました、うちヘッドライト暗っ暗っ こう見ると暗っ超こうやばいよこう見ると暗っやばっねえ着きましたえどれぐらいこんな動画撮ってなかったら10分ぐらいで終わるね以上あれだね、うん、マー君のベルファイヤーのフォグに HID をつけてみたでした全然面白くね、うん、なんかえれピンボケするんだけどまあいやとりあえずこんな感じで終わりました作業はね、うん、まあ簡単なんでぜひぜひDIY できる方はしてください。なにこれ。なにこれ。どっから吊るしてんの。ああ。
そういうことね。はあ。ああ、ダモンで通りでアルファードのあそこの部分にネジがねえはずだ。たく。チェッ。まあ、こんな車乗ってる方が今僕が乗ってるアルファードの元オーナーさんです。まあということで動画終わります。これがエンディングってどうなの。さよなら。次の動画でお会いしましょう。ではでは皆さん良い週末を。